アトラス、ミサイル、CGM、HGM-16 アトラス。アトラスは、1950年代の後半に、アメリカ空軍で開発され、ジェネラルダイナミクス社のコンベア部門で生産された、大陸間弾道ミサイル、ICBM である。アメリカ合衆国で、初めて開発に成功した ICBM であり、1959年から1968年にかけて、 実戦配備されていた。アトラスはアメリカ空軍で最初の ICBM であり、その名称はキリシア神話の巨人アトラスにちなむ。アトラスはアメリカ国内配備のタイタンアイ、イギリスに配備された、そう、イタリアとトルコに配備されたジュピターと共に、初期の冷戦におけるアメリカ空軍の核戦力の一翼を担った。1964年から退役が開始され、 1968年には軍の配備からは外された。アトラスミサイルはアメリカ航空宇宙局 NASA の衛星打ち上げロケットアトラスロケットシリーズとして発展し、アトラス LV-3B が1959年からのマーキュリー計画において有人宇宙船フレンドシップ7他合計4機を軌道飛行させることに成功している。 衛星打ち上げ用使い捨て型ロケットとしての展開にも成功し、第2弾にアジェナロケットあるいはセントールロットを用いた形態が取られた。現在はユナイテッドローンチアライアンスで生産され、また1980年代には衛星打ち上げ専用として改良されたアトラス E が開発され、最新型のアトラス V は現在でも軍民の人工衛星が上げに使用されている。 長寿命のシリーズである。アトラスのロケットエンジンは RP-1、ケロシンを燃料、液体酸素を酸化剤に用いている。飛行制御は2機のバーニアエンジンで行う。エンジンの構成は1.5段式と呼ばれる独特のもので、主エンジンに切り離し式ブースターエンジンを組み合わせている。ブースターエンジンは個別の燃料タンクを持たず、 主エンジンと共用となってお140秒間燃焼した後に投棄される。燃料タンクは軽量化のためにごく薄いステンレスで作られているが、あまりに薄いためそのままでは自重を支えることができず、風船のように燃料内圧で強度を保つ方式、バルーンタンクとなっている。燃料が入っていない時は窒素ガスで加圧されて形状を保つ。 アトラスや旧ソ連の R-7、タイタン I などの初期の ICBM は酸化剤として液体酸素、ロックスを用いる液体燃料ロケットを採用しているが、ロックスは極低音のため蒸発を考慮せねばならず、ミサイルに搭載したまま配備することができなかった。発射命令が下ってから断熱化された耐圧タンクに保存されているロックスと燃料をミサイルへ注入し始めてから、 実際に発射されるまでには、数間の作業が必要であった。このためロックスを、酸化剤とする ICBM の配備期間は短く、赤炎症酸と非対称ジメチルヒドラジンを、推進剤とする、常温保存が可能な液体燃料や固体燃料を、用いるロケット炎を備える、第二世代のミサイルに置き換えられていった。創生産数は、約350機。 キューバ危機の時には発射準備体制に入っている。アトラスは1957年に最初に発射されたアメリカ合衆国にとって初めて成功した大陸間弾道ミサイルである1.5段式液体燃料ロケットで2軸のジンバルを備えた水力 1200HP 誘導エンジンと3機の水力 1590KN のエンジンを備える。アトラスは コンソリデーテッドバルティ社、コンベア社によって核弾頭を備えた射程 8000km の戦略ミサイルとして第二次世界大戦の直後の1946年から開発が開始された。当初はドイツの V2 ロケットの研究から始まっている。V-2 の改良型 MX-774 開発計画は1947年7月に 契約を打ち切られたものの、コンベア社の自己資金も投入し、1948年に打ち上げられた。1951年1月より空軍とコンベア社は、MX-774 の経験をもとに、大陸間弾道ミサイルの開発を開始することとなった。この MX-1593 計画は、 射程約 9200km、弾頭重量3.6トンというものであり、一弾半式のロケットであった。実用火事機は1963年頃を目指していた。なお、1951年8月に爆撃機系統の名称である B-65 アトラスが与えられた。1953年頃には全長33メートル、110フィート、 直径3.7メートル12フィート、全備重量200トン44万ポンドエンジン5機のデザインが検討され始めた。技術開発に困難が考えられたために3段階の開発を行うこととした。まず、エンジンを1機搭載した試験機 X-11、ついでエンジン3機の X-12 エンジン5機。 内ブースター4機の全量産型 XB-65 である。その後、核弾頭の技術開発が進み、弾頭重量の大幅軽減が可能となった。このため、デザインは完全に再検討され、1954年にはエンジン数を3機とし、サイズも長さ25メートル前後に小型化された。これにより、試験機 X-11 及び、 X-12 の開発、生産は中止となっている。名称も1955年に SM-65 に変更された。アトラスの最初の試験型 XSM-65A。アトラス A は一段半式ロケットのブースター部分の開発試験機であった。XLR-89 ロケットエンジン2機を胴体両側面に搭載している。 主エンジンと切り離し機構はなく、一段のみの機体であった。アトラス A は3機が静的試験に用いられた後、4号機から打ち上げ試験が開始された。この4号機は1957年6月11日、ケープカナベラル空軍基地からの打ち上げに失敗し、上空で指令爆破されている。打ち上げの初成功は1五十七年十二月十七日の三回目の もの、アトラス 12A である。アトラス A は1958年6月までに8機が打ち上げ試験され、3機が成功した。2つ目の試験型である、x s m 6 5 b アトラス B は、エンジン3機を搭載した一段半式ロケットである。アトラス A にメインエンジンが追加され、ブースター切り離しもできるようになり、実用型の推進機関配置に近いものとなっている。 1958年7月19日に初打ち上げを行ったが、これは失敗している。1959年2月までに9回の打ち上げを行い、6回が成功した。水平到達距離も 9000km を超えている。最後の試験型である XSM-65C アトラス C は1958年12月23日に初打ち上げが行われた。 1959年8月までに6回の打ち上げが行われ、初打ち上げも含めて3回が成功している。アトラス C は薄いバルーンタンクを採用している。最初の量産型である D 型が1959年の終わりに完成して、バンデンバーグ空軍基地に配備され最初のアトラス部隊である第576戦略ミサイル中隊が3機の ミサイルで作戦配置についた。この配備は屋外で無防備のままであったが、次に誘導装置やエンジンを改良した E 型が地上に寝かせた形である棺桶型のバンカーに配備され、さらに地下式のミサイルサイロに配備された F 型が監視、量産型の D、E、F の3タイプ合計で100機以上がアメリカ合衆国本土に配備された。 速応性に優れた後継ミサイルであるタイタン E やミニットマンアイの配備に伴いアトラスは退役した。イカ道場、イカ道場。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。